はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。藤原の忠平でございます。というのは冗談でございますけれどもね、今回はグローバリゼーション、言ってみれば簡単に言えばねトレードについて、ちょっとだけノートを取っていこうと思います。まずはじめにね、大切な概念がオポチュニティコストっていうのがございまして、こちらはねフロンティアがあった場合に、こういうフロンティアですね、あった場合にこうオポチュニティコスト L 字型を書いてあげて、この1単位こちら2単位ですよねっていうのを比較してあげると、こちらが丸三角の、生産物だったとした場合に、丸を1単位、増産するためには、2単位、三角を諦めなければなりませんよね、減産しなければなりません、で逆に三角を、2単位増産するためには丸を1単位だけ、というかまあ1単位にすると、例えば三角を1単位増産した場合は丸を 0.5 単位だけ、減算しなければなりませんということで、比較するとどちらかというとあの三角生産した方が、いいですよねっていう、まあまあ単位のその大きさが分かりませんけど、少なくとも傾きが 0.5 ということでございます。そして次にスペシャライゼーションっていうのは、こういうフロンティアがあった場合に有利な生産物の生産に特化するということでございます。次にアブソリュートアドバンテッジっていうのは、デイビッド・リカードは次のコンパルティブアドバンテージなんですけれども、アダム・スミスですね、が発見した、概念でございまして、例えば A 国と B 国っていうのがあって、 A 国は丸を100単位の労働で生産できて、三角を生産するためには200単位の労働が必要であると。で B 国はその逆だったとします。そういった場合は両方とも生産量が少なくて済む、資源じゃないですね、財というかの商品を生産して、その後ですね、その後トレードすることによって皆様の、豊かさが向上するという、概念でございます。でこれと、対照的なのがね、コンパラティブアドバンテージっていうのがあって、このコンパラティブアドバンテージとアブソリュートアドバンテージ、2つポッシビリティがあって、2つが、アグリーというか、あの2つの結果がですね、一緒になる場合がございまして、まずそちらか簡単なのでね、そちらから説明していこうと思います。はい、まず国 A と国 B っていうのがあって、これがフロンティアだったとします。両方ともの国がねほとんど同じ条件で、この図が作成されたというふうに考えた場合に、アブソリュートアドバンテージ的にはもちろん A と B、こちら少ない労働力で効率よく生産できてるからこちらを選んだ方がいいよねっていうふうになるんですけど、コンパラティブアドバンテージ的に見るとこのレイトオブチェンジを取るんですね、アーバレージレイトオブチェンジを取ることによって、オポチュニティコストが見えてきます。こちらが1単位だとしたらこちら2単位、こちらが1単位だとしたらこちらが2単位になります。でレイトオブチェンジ、まあ数学、簡単な数学ですけれども、これはレイトオブチェンジがマイナス2で、こちらがマイナス 0.5 なわけです。で、両方ともの生産物で、平均的に変わる場合はマイナス1でございますから、マイナス1よりも傾きが少ない、こちらですね、カントリー A、A 国の場合は、こちらの三角だ。三角の生産に集中して、カントリー B は、ちょっと待ってよ、これは逆になってますね、この真ん中のやつ逆になってますが、これは関係ありません。はい、丸の生産に集中した方がいいということが分かります。まあ、これだけのね説明で分かる人はいいんですけれども、分からなかった方、ちょっとコンパラティブアドバンテージの方はね、いらっしゃるかと思いますので、コンパラティブアドバンテージだけの動画をね、また近日公開しようと思いますので、サブスクライブしていただければ、そのノーティフィケーションがいくかと思われます。それでは皆様ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。藤原の忠平でございました。